皆さんこんにちは、小野田道久です。今日は俺とお前のシングルバックハンドというテーマで、高尾プロと熱く語ってみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スターテニスアカデミー、高尾くんのまずそのグリップですよね。ちょっとグリップどうなってんのかなってちょっと気になってるんですけど。形ですか？形。これはかなり長い年月ね、僕も20年前ぐらいからこれ見て、はい、見てますけど、こうですね、バームクーヘンみたいになってんですよ、はい、これこうなってんですね。これは結局はサーブのとこにこう、はい、薬指が引っかかるっていうこともありますし、まあ、全部のショットもそうなんですけど、もちろんサーブの時にもそうですし、スライスだろうがバックハンドだろうがボレーだろうが全部これです、僕は。なんかここで当たってるんで痛くならないのかなって、うん、まあ、豆はこの左、いわゆる小指側っていうんですか、手のひら側の方についてますけ ど、 なるほど。まあ、これはこれの方が僕は握り感触がいいと。でかなり太めです。細くはないです、グリップそのもの。結構長く小指がかかるぐらい、小指がちょっ と、 ちょっと出るんだ、外れてますね、はい、僕感覚的には小指が一番最初に握る時にこうやって力が入るんで、うん、ここがかかってないとちょっとこう不自然なんですよね。なるほど ね、 だからね、なんか抜けちゃうとこうなんかちょっと怖い、うん、抜けちゃう。こういう形になってるとよく言われるのが、こう持つんですかって言われて、そう、うん、でもこういう持ち方ではないんですよ。いわゆるもう完全に中に入れちゃ う、 ちゃうということで、それで握ってます。もちろんこれもバックハンドのシングルハンドもそうです。それスライスももちろんです、はい、フラットももう全部です、はい、長さは変わりません、僕の場合は、はい、僕は昔、まあ、ジュニア時代の時はもうちょっと薄かったんですよ、まあ、スライスをメインにこう打ったんですけども、はい、やっぱり海外に転戦してって、うん、まあ、頭より上のボールを打つときにはスライスだけじゃ無理だなって思ってから、グリップをやっぱちょっと厚くして、まあ当時はやっぱフェデラーが出てきた年だったんで、そこを真似して少し後ろ下がってから、まあラケットを縦に振る、まあショートクロスは横に振るみたいな形で、まあ少しグリップを厚くしてこういう風に出すようにしたんですよ。だから年々年々こう厚くなってきちゃって、まあちょっとこれスピンかけすぎると前に行かないから、うん、ちょっと悩んだ時期もあったんですよ。なるほど。ただバックのスライスは、はい、まあ、高尾くんにも教えてもらいましたけど、はい、ちょっと薄く握るんですよね。そう、薄く握ってコックして、はい、この手の甲が向こうに向くぐらいをインパクトでするって、はい、で僕もやっぱ薄ちょっとこうこういう握り方してたんで、はい、手の甲が上に向くインパクトだったんですよ、はい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 、でこれでボールがいくら打っても前に行かないから、うん、高尾くんにこういう風にしろって、ね、そうそうそう、はい、この手首の角度が大事。そこでインパクトの時に体入れてから打ちに行けって言われてから、うん、めちゃくちゃ上手くなりましたまあそれは良かったです。バーリー上手くなりました、はい、スターテニスアカデミー。バックのじゃあ3方向ちょっと打ちます。はい、はい、ラケット構えてからインパクトまでの加速をできるだけするように力を抜いて、ラケットを引っ張り出す、うん、落としてる意識ってあるんですか？ナイス。あ、ないんだ。ほとんどないです。ここはもう本当重力で、あ、で逆に力を入れ始めるタイミングってどこぐらいからですか？ですね、力を入るのはここは自然にこう落ちてるんで、うん、ここからやっぱり加速が入るイメージが。じゃあもしかしたら右足を出してからとか、そういう。いや、僕はですね、うん、もうここの時点では加速入るから、うん、こうなった時点ではもう加速し始めます。あ、なるほど、はい、なんかこう当たってからこういう風なっていう感じがあんまりないんで、うんうん、ここの時点でもう加速して当たる時にはもうラケットはもう 返り始めてる。うーん、だから当たってからこう返すというよりかは、うん、当たる前にはもう帰ってフォローを迎える。なるほど。細かく言うとそういう感じに、うん、やっぱね、選手の、ね、人の感覚ってありますからね、はい、当たってから返すよりかは、うん、本当に加速を利用して、うん、インパクトで力を入れる。なるほどね、うん、まあ、ショートクロスとかはここからさらにこうスピンかけて、スピン量だけを調節して相手を外に出す、そういう感じですね。いや、まあ、ちょっと見てるとね、すごく見てるとこうもちろん、これまでの経験だとか、うん、そのね、もちろんその技術だとかもあるけれども、その出す力をこう出すタイミングが
あのすごくいい、すごくいい。それはもちろんボールだし、当たり前、あのプロに対してそのなんかいいっていうのは失礼だけど、はい、その他の選手と比べても、はい、その力感っていうのがこう見てる中で、すごくあの見えづらい、うん、見えづらいけども、多分オーダープロの中でどの場面で握り始めて、どこでこう、はい、打ってるかっていうのは多分独特なものがあるでしょうね。これ小さい頃からこう力が抜けてるようなフォームで打てたっていうのもラッキーだったと思うんですよ。よくなんかふにゃふにゃしてんなっていう感じで見られたんですけど、結構力入ってる時もこの辺はあんまりこう力が入ったことがあんまりないですね。で加速の時はただ調子悪くなると、どうしても緊張してるとここはやっぱ硬くなります。それはもう精神的に緊張してるなとか、もっとうまく打たなきゃいけない、そういう時はスピンがかかりづらくなっちゃう。だからそういう時は逆にもっとこう力を抜くっていう方向に行っちゃいます。力を入れるというか、もっと脱力して状態の軸だけをこうキープしたまんまラケットを加速させるっていう。なるほど。そこにもうなんていうの、頭を集中しないといけないなっていうのを意識は持ってましたね。なるほど。ちょっと僕もどうでしょう、打ってみていいですか。はい、あの鈴木隆夫のバックのスピンは珍しいですからね。はい、先に言っときます。じゃあお願いします。テイクバックがそれほどやっぱ大きくないというか、また低いバックに、よいしょ。やっぱね、あの高いところにもし弾んでくると、僕はやっぱこうスライスで返すことが多いので、このスピンを打つのであれば、やっぱり胸の高さから腰の高さ、まあ低いところは場合によってはスピンとスライスを混ぜますけど、やっぱその自分のねストライクゾーンがね、すごくある意味僕の場合はスピンだと狭い。でももうそれはもうプレースタイル上ある意味仕方がないなとも思ってる。そんなにねオンザプロほどあのスピンは何ていうんですか、振り上げてるっていう感じよりは前にこう押してるという感じの方が強いのかな、やっぱり。返すっていうことよりかは、あまりそれをね、まあ、やっぱあのラケットヘッドをねすごいこううまく使いたい、使いたいけど、やっぱり使い出すとボールが暴れるんですよ。なるほど、あんまりこういうとこで小細工しない方がいい、ね、そう、もちろんそうやって打てれば、打てて綺麗に当たってコントロールできれば全然それはやりたいと思うんだけど、それよりもやっぱりね、丁寧にグリップの厚さってちょっともう一回意外と厚いかもしれないです。これってバックの時は、これ指は、ハンマーっていうか、こう握ってます、それとも こうやって開けてます。ね、そんな意識はないですけど、これはほとんど、まあハンマーですよね。こういうふうに握っちゃうんですよね。いわゆるグリップに対して直角ではないよね。あ、この指全体が少し斜めになってるっていうんですかね。で、ここのよく聞かれるんですよ、この人差し指はつけた方がいいですか、離した方がいいですかと言われるんですけど、僕からしたらあんまりそれは意識しなくていいと思うし、それは自分が握りやすい。ただしこの直角になると、もう同じグリップで持っても感覚っていうのが変わるので、僕は最近はね、意外とあえて厚めに少し持って、縦よりも少しクロスコート打つんだったら横振りぐらいのイメージでもいいのかなっていうのも、なんかこうここの、あの上腕のこの回線系のスピネーションみたいな、こういうのって使います？あんまり使わない。あんま意識ないね、僕はね。どちらかというとこの甲の方で、甲の方と、あとこのなんていうか下の方の意識の方が強い、逆にこの指で言ったら、ダウンザラインはこう上げ、僕もこういう風にあんまりって、あのフェース返さないですけど、クロスはすごい返してるもんね。そう、僕めちゃくちゃ返すんです、だから、まあ、視聴者の方見て分かる通り、タイプがやっぱちょっと違うんですよね、僕はどちらかというと返す派、で高尾プロは返さなくてコントフェースを確実に方向に向けていく派って、だからどういうボールを打ちたいかだと思うんですよね、例えばこうもう上にもう少しこう高く弾ませたいんだったら、小野田プロのようにこう返すような形で、それこそガスケとかね、ああいうボールの感じになるけど、僕は逆にそこまで上げちゃうとアウトしちゃうから、スピンの量が少ないから、だから僕は少しこうフラットドライブのような形で当てますよね。おでしょ、はい、ちょっとレッスンのような。あ、やべ、引っ越した。
向けの、うん、音がちょっとねこうあえてねちょっと引っ掛けてるちょっとね引っ掛けてみたり、僕はリラックスして、やっぱこうそれぞれだね、うん、まあもちろん道具もあるしね、うん、オーケー、じゃあラスト1回ずつで、うん、おー、ナイスショー、 Thank you、 いいな、オーケー、ナイスショット、オーケー、けどやっぱり、まあ、手首の話結構しましたけど、うん、やっぱり右足で体重移動して壁作って、うん、ここがやっぱり一番力がやっぱ入る、うん、で一番耐えなきゃいけないところだから、やっぱここが軸となってやっぱ行くんで、どうしてもこうフラフラしたりとかっていうのはあんまりしないですよね。まあ両手打ちならね、例えばそのオープンスタンスでこうなんとかしてもとか、ちょっと後ろ体重でもなんかうまく回ればなんとかリカバリーできますけど、やっぱ片手でシングルハンドで打つんだったら、僕はもちろん手の状態も意識しますけど、この右足のこのグッと出した時のからどこで捉えるかっていうのは、もうちょっとでもその自分の打点が手前になっちゃうともう詰まっちゃうから、もう常にこの前で大げさなぐらいね、前で取るぐらいでちょうどいいと思う。それでボールがグッと来た時にうまく、それはタイミングで合えばいいから、まあパワーどうのこうのっていうのももちろん、片手打ちで求める人がいてもいいけども、やっぱりいかに綺麗にここのとこで捉えるかっていうことが大事ですよね。大事ですね。また体がぶつかっていって体の力で持っていけるっていう、まあ全て大事ですけど、バランスもね一番大事なのかなって思います。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!